だから。お疲れ。一緒に飲みに行くの初めてだね。どう？会社慣れた？うん、よかった。え？あ、ねえ、佐藤君は一応私の同期だから。おい、てめえ一回黙れ。どうしたじゃねえんだよ、どうしたじゃ。いいか、てめえ入社してどんだけなんだよ。佐藤は差し引き5名頭だよ、このバケ。確かに佐藤はトロいしポンコツだし面白くもねえし同期で最下級選手だよ。けどな、てめえよりは経験豊富だろうが。うっせえよ、ここは日本なんだよ。嫌だったらモルスタでも GS でも勝手に行け。ゴールドマンサックスだよ。そんなことも知らねえで外資気取ってんじゃねえよ、このハゲタカ野郎。黙れ。てめえみてえにすぐ人の影響を受けて勘違いするやつが龍馬伝見て会社辞めんだよ。黙れっつってんだろ。てめえまさか次は人斬りになりてえとか言うんじゃねえだろうな。おろうじゃねえよ、このエセ人斬り抜刀者。いいか、正直年功序列がいいかどうかなんてどうでもいいんだよ。てめえが上司に乗っかって先輩ディスってることでどんだけ自分が損してるかわかんねえバカだってとこが問題なんだよ。おめえ佐藤の彼女ブスっつったよな。つうかてめえ彼女は海外ではっつったけど留学経験はほぼチェリーの経歴詐称じゃねえか。なんでそんな無敵の立ち位置から先輩ディスってんだよ。サラリーマン金太郎読みすぎだろ。それ特命係長だろ、ボケ。てめえチェリーだろ。ただの気取ってんじゃねえ。龍馬や抜刀斎気取って一生にいいとやってろ、このポンコツ。もうお前1年目のくせに何言ってんだよ。しょうがないな。これからは私がみっちりしごいてあげる。あと私元彼からはすでに脱藩してるから。あら。以上、立ち位置を勘違いして先輩をディスる男に怒る美女でした。そんなポンコツサラリーマンにならないためにビジネスマナーやいろんな記事が読めるサイトがこちら。旬のニュースをまとめ読みできるスマホアプリ、それがグノシー。あなた好みのニュースをまとめて配信するほか、なんと欲しい情報まで見つけてくれるんです。例えばこちら、グノシー。メッセージアプリで既読をつけない簡単な方法。実は意外と簡単な方法で既読をつけないでメッセージを読むことができるんです。続きはグノシーで。今すぐアプリストアへ。600万ダウンロード突破。ちなみにグノシー内からも行けるテレ東プレイチャンネルでは。浅田もんか、てめえは。速攻美食クラブ破門だぞ。中年変態エロだぬけサバしょべえよ。グッナーイ。